墓地会の法官墓地会シュトバーンは、トランシルバニア出身のハンガリー人貴族。1604年から1606年まで横領、ハンガリーで続き、モラビアやオーストリアにまで波及した、ハンハプスブルク家報機の指導者となり、トランシルバニア公も務めた。1557年、墓地会ジェルジュとその妻、主翼クリスティナとの間の息子として、コロジュバールで生まれた。 墓地会は古くから続く、墓地会家の中で最も巧妙な人物である。バートリー・ジグモンド公の主要な相談役として、墓地会は、主君に、オスマン帝国との同盟に変えて、神聖ローマ皇帝との同盟を結ぶよう助言し、頻繁にプラハ及びウィーンへと赴いて、重要な外交交渉を行った。墓地会は、後に、バートリー家のトランシルバニア公たちから憎まれるようになり、 1599年には、領地も没収されたため、神聖ローマ皇帝の宮廷の庇護を求めることになった。しかし皇帝ルドルフ2世が、王領ハンガリーの国宝を踏みにじり、プロテスタントの宗教的権利を剥奪すると、墓地会は皇帝と不和になった。特に1602年から1604年にかけて、ジョルジョ・バスタや、ジャコモ・ジェルジョ・ジョ・ソラ皇帝軍の将軍たちは、 トランシルバニア人たちに乱暴狼関の限りを尽くした。トランシルバニアの独立を守るため、墓地会はトルコ人を支持するようになった。1605年、ジョルジョ・バスタの追い出しに大いに貢献したとして、メッジェシュで開かれた広告の議会は、墓地会をトランシルバニア港に選出した。この法を聞いた、オスマン帝国のスルターン・アフメト・一世は特使を派遣して、 墓地会の即位を祝い、ペルシアで作られた、絢爛豪華な奉還を送った。墓地会は、王として偶されるのは、孤児したが、トルコ人との同盟関係は、効果的に利用した。一方、ハプスブルク帝国に属するハンガリー地域を保持するべく、マティアス大公は頼りにならないアニルドルフ二世を脇に、押し合って、墓地会との交渉を行い、 1606年6月23日にウィーンの和訳を締結した。和訳は、欧領ハンガリーとトランシルバニアの両国における、すべての国法、宗教的権利及び所得権を保障するものだった。墓地会は、オーストリア宮廷から、トランシルバニア公と認められ、これ以後、トランシルバニア人たちは自分たちの君主を選ぶ権利を持つことも公認された。さらに、もし、 墓地会が子供のないまま死ねば、オーストリア領に復帰するという条件付きで、都会要塞とベレグ条件、サトマール条件、ウゴチャ条件の3条件が墓地会に割用された。また同時に、ジタバカワカハンでも、オーストリアとオスマン帝国との間でジトバトロクの和訳が結ばれたが、こちらの和訳でも、ウィーンの和訳が確認された。墓地会は、 外交における大成功を収めたが、不守に侵され、体調が悪化していった墓地会は、最小のカータイミハーイに毒を盛られているのでは、ないかとの疑念を抱き、カータイを投獄した。和訳から5ヶ月後の12月29日墓地会は、病死したが、間もなく、カータイが毒殺したと信じた家臣たちによって、カータイは襲われ、その遺体はバラバラに切り刻まれてしまった。 次の公は、ラーコーツ池からラーコーツジグモンドが選出された。墓地界の治世はわずか1年に過ぎなかったが、ウィーンの和訳は、トランシルバニアにおける重要な条約となり、その後の歴史に影響を与えた。ありがとうございます。